どうも、ハイチーです。相変わらず変な声で申し訳ないんですが、皆様にご報告が一つございます。数日前からですね、ちょっと耳が聞こえにくいなっていう状態があったんですね。ただ、聞こえにくいなって思っても、あ、治ったな、みたいな。っていう風になってたんで、結構無視をしてたんですけど、気にしないでいたんですけど、その感覚がだんだんこう狭くなってきてて、ちょっと耳鼻科かかるかと思って今日耳鼻科に行ってきたんですね。そしたらですね、まだ決定じゃないんですけど、可能性なんですが、突発性難聴っていう、病気なんじゃないかなという診断が出ました。まだ1回の検査なので、まあこれ経過観察でね、やっていかなきゃいけないんですけど、ですね。ちょっと、まあ、先生の話を聞いたところによると、少しめんどくさい病気らしいんで、まあ、すぐにどうこうではないと思うんですね。はい。思うんですけど、一応、自分、持病もちょっと持ってるので、もしかしたら急にね、動画がなんか、あれ、あいつツイッターにも来なくなったし、動画なんかアップしてねえけどどうしたみたいな方になるかもしれないんで、そしたら、まあ、ちょっと入院でもしたかなみたいな。まあ、入院したらね、普通にツイッター上げれると思うんですけど。まあ、一応そういうのがあるので、一応皆さんにご報告をと思って、はい、かとっております。本当は、決定してから上げようかなとも思ったんですよ。こう、可能性の段階で上げるのもちょっとね、申し訳ないと思ったんですけど、さっきも言ったように、持病の関係があるので、なんか、一気にバタバタってなった時に、そう、なんか取れなくってみんなに忘れられるのも怖いじゃんみたいな。そうそう。と思って、一応、普段見てくださってる皆さんの耳に入れておけたらなと思って、取らせてもらいました。まあ、さっきも言ったように、すぐどうこうっていうわけではないので、まあ今、薬ちょっとたくさんもらって、飲みながらやる感じにはなります。で、まあ、もともとこっちの体調も良くないんで、今日一応勉強動画ね、久々に撮ったんですけど、薬飲んで、調子良かったら動画撮るみたいな、感じになるかなと思います。はい。だから、まあ、投稿ペースがね、まあ、今もちょっと下がってますけど、あまりちょっと上げれない状態が続くかなとは思うんですが、ひとまず、また来週ね、病院行きますので、それで大丈夫だったら大丈夫だったで、まあ、ツイッターか動画かわかんないけど、皆様にご報告させてもらおうとは思うんですが、また進展があれば、それも、その都度話していこうかと思います。まあ、こんな動画ね、俺のチャンネルでいっぱい撮るのもおかしな話なんですが、ひとまず、皆様の、耳にね、入れておきたいなと思って撮らせてもらいました。はい、以上です。まあ、引き続きね、頑張っていきますので、あまり、なんだろう、体調元気なんでね、大丈夫なんですけど、なんか、はい、という感じです。はい。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。いや、ぐだぐだな、いいか。